どうも、バンです。さて、今日の琵琶湖はですね、まだ梅雨ではないものの、じりじりと暑い日差しが照りつけてきている、そんな一日の始まりとなっております。それではいってきます。そうしましたら、朝日に向けてデリケットゴー。さて、今日はですね、全く今までやったことがないチャレンジ的な撮影をしております。ヘルメットの上にですね、 GoPro Hero 6、 そして Fayutech WG2、 これをですね、両方載せました。さらにヘルメットマウントマイクじゃなかった、それからヘルメットマウントマイクですね、それからヘルメットマウントカメラ、自撮り用ですね、これもつけてみました。つまり3つのアームがヘルメットから生えているという状況となります。で、一番やってみたかったこのね、ヘルメットのてっぺんですね。おはようございます。ヘルメットのてっぺんにFayutech WG2、 これをですね、装着するというね、暴挙に出ているわけですね。おそらく相当視線がね、高いところから撮れているのではないかと。例えば今ね、標識がね、スーッとこう前から迫ってきて、でおそらくね、標識のね、あの丸い駐車違反のこの看板がですね、かすめるようにね、見える、そんな感じがね、するんじゃないかなというふうに思います。2メートル以上のところでおそらくね、撮影しているものと思われます。ただですね、首の上につけているという関係上ですね、運転しながらのね、撮影ということですので、左右確認をするね、時にね、グイッグイッとね、首を振ることになります。こういう時、こういうまっすぐ行く時はね、もちろんいいんですけれども、そのね、グイッグイッとね、首が回る時、これですね、これをのどういう感じで見えているのかというのがですね、ちょっとなんともどういう見え方をするのか、もう一つまだよく分かっていない、そんなね、状況の下での撮影なんですけれどもね。ということはですね、ジンバルを使っての撮影なんでね、デッドバンド角をもうちょっとね、詰めた設定で、撮影した方がいいんじゃないかというふうにね、思いますね。今ね、Fayutech WG2ウェアラブルカメラの買ってきた状態、もう工場出荷時の状態で撮影をしております。で、明日以降ですね、またこの Fayutech WG2 のね、デッドバンド角の設定を変えてみてね、でどんな見え方がするのかっていうのをね、試していこうと思うんですけども、そもそもね、ウェアラブルジンバルのデッドバンド角といってもピンとこない、かと思いますので、ちょっとこれをね、説明させていただきます。まずウェアラブルジンバルというのはですね、非常に小さい三軸電動ジンバルのことなんですね。ジンバルというのはカメラのブレを抑える、そういう装置なんですね。で、デッドバンド角というのはですね、揺れが発生した時の遊びとでも申しましょうか、一言で言うとね、そういうことなんですね。論より証拠、どういうことかと言いますとですね、ちょっと実験してみますね。僕が首を振ります。今赤い、消火栓のね、ところを向けて、僕は見てるんですけども、ちょっと首をね、こう振ります。今ちょっと若干首を振ってるところですね。で、この時に、遊びがないとものすごくこう振動というか、横揺れがね、当然するような映像になるわけなんですけれども、そのデッドバンド角、つまり動いても反応しない角度とでも申しましょうか、それをね、ある程度大きく設けておくことで、揺れがね、少なくなります。ただあんまり上げすぎてしまうと、今度はね、コーナリングした時に追随しないとあんまいうことになってしまいますので、自分の撮影スタイルに合ったね、デッドバンド角を見つけるというのがですね、ジンバルのね、結構使う上でのね、コツみたいなところになってきますね。でね、この Fayutech WG2 ウェアラブルジンバルはですね、オリジナルの
設定アプリを使って設定するんですね。通常一般的なジンバルの場合はシンプル BGC というブラシレスジンバル専用設定アプリというようなものを使って非常に細かい設定までできるんですけれども、このフェイユテック WG2 はですね、そういう細かい設定をするというのではなくて、ユーザー側にスマホアプリでね、ちゃちゃっとこう設定ができるというようなね、アプリがね、フェイユテックの方からリリースされてますんでね、それを使って調整などを行っていくことになります。一旦このあたりで失礼いたします。はい、どうもです。デイリーキックトゥーゴー朝の部、プラットフォームの端っこからお届けしておりますけれども、はい、ですね、このようないでたちと相なります。ヘルメットのてっぺん、てっぺんというよりももうちょっと若干前あたりですかね、このような形になります。横から見ていただけますでしょうか。で、ジンバルがおそらくね、うねうね動いていることと思います。で、今ねふと思いつきましたよ。この位置ならば、ロックモードが使えるんじゃないかということですね。ちょっとやってみますね。つまり1回押しすると、はい、こうですね。あ、ちょっと干渉するかな。つまりちょっと前かがみになってこうやるとここでごっつんこになりますね。ということはここの方がいいかな。ちょっと変えてみましょう、ね、つまり何がやりたいかというと、首がやっぱ触れるんでね、首が触れるのをこうなくした表現がしたいと。でも一定方向を見続けてしまうことになるわけなので、それがどのような映像になるのかっていうのはね、ちょっとやってみないとわからないんですけど、前もね、アドベンチャーパイロットフライアドベンチャーのジンバルで似たようなことをやってみたんですけども、今ジンバルはちょっと向こうの方見てくれ、これできるかね。あ、自分でこう向けることができるんですよね。あの山の方向いてますね。でちょっと被ってみますね。でちょっと自分が一周してみます。どうでしょうかね。ずっとあの山の方を向いてるんではないかと。でこういう形で、運転しますんで、これでごっつんこしないですね。上の方を見てもごっつんこしないですね。あ、こっちの方がいいですね、場所的に。プレートをね、何枚かつけてよかったですね。ということは、あ、大丈夫ですね。ヨードリフトがね、非常に少ない。このジンバルの特徴がね、ここで出ますね。というわけで、デイリーキックトゥーゴーの音が入っていなかった、おそらく。というわけでですね、デイリーキックトゥーゴーの、後半の部はですね、このモードで、撮影してみたいと思います。でね、このコンポーネントあの、ね、すごく運用がしやすいですね。どういうことかっていうと、すべて頭の上に機材がまとまってるんですよ。で、今まではですね、このプレートですね、このプレートを使っていたんですけれども、やっぱりこっちのこともケアしなければいけない、頭の上もケアしなければいけないということでね、意識がね、散漫になりがちだったんですけども、今はもうヘルメットだけにね、運用のこのスタイルを集中すればいいということがね、分かってきましたんで、ただやっぱりね、やっぱりこう左右確認ねするわけじゃないですか。だからそこでやっぱりの映像がブレてしまう。じゃあパイロットフライアドベンチャーにもできなかった、このフェイユテック WG2 にしかできないこと、例えばね、あの山の方を目指してますね、今これでいいと思うんですよ。でそれが例えば交差点で、向こうの方に行くとしましょうか。じゃあこれをグイッとやってやると、これでまた多分ずっと、90度反転した方向を向き続けてくれるんではないかと。これでいっぺんね、やってみようかな。あ、でも待てよ、交差点に差し掛かるたびにこれやんのか、そんなことできんのか。
ちょっと何とも言えないですね。多分できないですね。電車来ました。一旦中断いたします。はい、そうしましたら改めまして、デイリーキックトゥーゴー後半の部開始となります。いきなり直角コーナーが見えてきているではないですか。では進行方向が、こっちか。進行方向がこっちなんで、1回押しでロックモードになりますね。ロックモードになりました。で、まっすぐ行きます。で、はい、こちらで、90度曲がるわけですけれども、90度曲がった時に多分カメラこっち向いてますね。だからカメラさん、こう向いてくださいね。よし、これでよし、行きます。はい、直角コーナーを曲がるたびにこれをやるのか。そんなことをやってる暇あるのか、朝に。これぞ暴挙。とりあえず一遍やってみますわ。で、このあたりね、まだ路地が、複雑に入り組んでるところなんですけれども、5番の目のね、この辺は街並みなんで、そう、こういう時ね、あ、でもこのくらいだったら、ああ、でもやっぱりね、ここでやっぱり、ちょっと一旦停車して、後方確認して、で、また、あ、これ逆ちゃう、これ、こうや。はい。で、直進と。こんなことやってられるかい。本日のみの運用と相なるやもいたしませぬ。というわけで、ブレはおそらく少なくなるかと思いますけど、こういう、ね、左右確認して、でまたこっち来て、こう、はい、固まった。はい、行きます。いやー、もうこれぞまさしくジンバル界の直線定規とでも申しましょうか。おっと、これは別の方の、野号だ。野号ではないものの、そこまでして直進に、こだわる必要はあるのか。いやー、もはやこうなってしまったということは本末転倒。結局バンは何がやりたいのか。まっすぐの映像を撮りたいだけではないのか。ちょっと待ってください。でもね、やってみましょう。やってみますよ。左右確認して、でもジンバルはぶれない。でも直角コーナーだから、ここでまた、こう、もしかしたら練習すれば慣れるのかもしれないですけれども、まあ、とりあえずね、1日だけでもやってみようかというところですよ。で、なるべく直角コーナーを少なくすればいいんですよね。あ、でもお地蔵さんチェックポイントはやっぱりね、欠かせないかなというところではあるものの、左右確認、ジンバル合わせ直し、よっしゃ、だんだん慣れてきたぞ。これを、練習で、そうですね、5秒以内にできるようになったらいいかもしれないですけれども、さてこの場合どうする。直角コーナー以上だぞ。お地蔵さん手ごわし。180度反転。おそらく逆向いてるはず。そこでこうですね、おはようございます。あ、両手が合わせれる。そしてまたしても、お地蔵さんを見つつ、あ、これ逆はいいんじゃないですかね。これね、もう逆ぐらいいいですよね、ちょっとだけね。で、左右確認で、こっちの方を向いて、また合わせ直して、これね、フェイルテック WG2 のジンバルは 0.8 秒間だったかな、その場所に固めないとそっちを向き続けてくれないんですよね。だから最短でもね、1秒はかかるというところですよね。そして左右確認をするんですけども、ちょっといろいろ映り込みがあろうかと思う中、ちょっとの手をそこに回す余裕がない。でもせっかくの直線だ。ここは一旦、歩道に、修正じゃないや、きっちり合わせて、あとはもう直進のみ。行くぞ。ついにあとは直進のみの状況と相なっておりまする。ちょっと待ってください。ただね、今ね、気がつきました。またしても。キックスケーター乗るときって、頭の上下もね、結構入るんですよ。でね、
のそれもおそらくねかなり吸収してくれてるはずなんですよね。何しろあのフルロックモードですからね。おっと青信号青点滅、そのままギリギリセーフといきたいところです。でね、あの画面の見せ方もねちょっとねやっぱり、ね、いろいろ試行錯誤しましたけれども、横長でそして、自撮りのやつは縦画面というのがねなんかいいような気がするんですよね。なぜかというとこうキックスケーターで走っているこう全身に近い状態が縦にすると映るわけですよ。でもこれねちょっと感覚的にあれと思うところがあって、カメラを横向きにしてね縦画面を撮影するというするじゃないですか。 だから本当にこれ足元まで撮れてるんかなっていうね実感があるんですけどもね。 AS300 のこの提灯暗光マウントのカメラ、提灯暗光マウント、あ、いい言葉出ましたね今ね、提灯暗光マウント。今ね、2つのカメラを、ヘルメットにつけてるんですけども、ヘルメットマウントカメラと称した場合提灯暗光と区別がつかないですよね。ちゃんとあの故障を統一しておいた方がいいですね。提灯暗光マウントしているのが AS300 です。そしてウェアラブルジンバルで、GoPro Hero 6を運用しているのがヘルメットマウントカメラ。こういうねきっちり名前をね住み分けた方がいいですね。そしてここは珍しく小金井ポイント、美しい移動映像が得られる、数少ないポイントとなっております。そして、赤信号です、停車。そして進行方向に対して、一切こうぶれない。例えばこういうふうにしてね横断歩道の直近まで行く、その間も、青信号を待つ間もですね、おそらくねずっとね直視方向、一点をね見続けているものと思われます。そして左右確認して発進。この時もおそらくね、ジンバルはぶれていないはず。ただねこれね自分の影でしかね自分の影でしかの本当に動いているのかどうかの確認がねそう確認がね難しいんですよ。これヘルメットマウントカメラこれどうしましょうね。ある程度はもう気にせずもうダイナミックに行くというのがねヘルメットマウントカメラなのかなと。そして、ロックモードにこだわらずですね、せめてピッチロックモードで、運用して、である程度ねデッドバンド角もこう最適な値を見つけていくと、やっぱりそうした方がね、楽しいですね。曲がり角ごとに調整はちょっと今日はやってみたもののちょっとそれは今後、続かないかなという実感があります。デイリーキックトゥーゴー朝の部、後半この辺りで失礼いたします。ではまたバイバイ。デリーキックトゥーゴー、デリーキックトゥーゴー、アサロクボールサンフィンマイドチャン、僕とロジンバル、ゴープロスイッチオン。